万年筆は心に刻まれる贈り物。ワードプロセッサーが普及した昨今、文章作成するのには使わないわけにいかなくなってきました。万年筆の役割も時とともに変わっていきます。万年筆の役割は手で書くことで気持ちを紙に刻み込むこと。万年筆は大切な人の心に刻み込まれる贈り物になるでしょう。